こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。東海帝王前に行きそうです。ストーンモンローそれに続いています。さらにはウアズー、4番クリムゾンゴージャス、その後ろもう一度先頭から見ていきましょう。クリムゾンゴージャス先手を取りました。黒の帽子ビクトリーポリマ、その後ろザジュディ、すぐ後ろ内からはファッションアイズ、オレンジの帽子東海帝王いい位置につけました。その外にワイルドメーカー、その外からニューアレグロ、その外にスター・オブ・コジー、ミュージック・デューク、その内に続いています。しんがりからピースアート、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。9番ウアズー、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方からウアズー先手を取りました。ビクトリーポリマそれに続いています。その外からニューアレグロ、その後ろにストーンモンロー、東海帝王好位をキープ、すぐ後ろにサドンアーチ、黄色の帽子ザジュディ、その後ろその外にワイルドメーカー、トップリストレーションそのうちに続いています。その後ろにクリムゾンゴージャス、その隣にスター・オブ・コジー、内からはファッションアイズ、さらにはピースアート、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。ここでニューアレグロ先頭に変わりました。2番手は東海帝王、これは絶好の手応え。サドンアーチ3番手、さあ東海帝王このまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は東海帝王、差は3馬身、後続の手応えもいい。あと 200m、 東海帝王先頭だ。東海帝王力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はサドンアーチ、東海帝王独走、東海帝王ぶっちぎりです。東海帝王1着、2着はサドンアーチ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。東海帝王まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エプソムコンサート、これはいいスタートを切りました。サファリヌーベル、この馬も好スタートを切りました。桜爆心王前に行きそうです。ベロアビールそれに続いています。さらにはロックソング8番エプソムコンサート、その後ろラブシュガー、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。エプソムコンサート先手を取りました。内からはデュークロワイヤル、その外からサファリヌーベル、その外にリリックファンタジー、アインウェルズそのうちに続いています。桜爆心王早くも先頭、桜爆心王後続を引き離す。2番手はロックソングアインウェルズ3番手、さあ桜爆心王このまま逃げ切れるかどうか。桜爆心王先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はロックソング、残り 200m 桜爆心王先頭だ。残り 100m これは強い。2番手はロックソング桜爆心王、この馬で決まりか、完璧です。圧倒的な強さを見せました。桜爆心王1着、2着はロックソング、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。桜爆心王まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。キャピタルエンペラー、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくキャピタルエンペラー行きました。続いて前へ行くのはザイーグル、さらにはトップエスケープ、12番スターオペラ、その後ろ後方に控えたのがドロットサンダー。前に戻りましょう。先手を取ったのはキャピタルエンペラー、スターオペラ、そのうちに続いています。内からはトップエスケープ、その外からラグビーフレーム、内からはステラプログレス、その隣にクラフトトリガー、その外にクラシックライ、ザイーグル、そのうちに続いています。その外にムーンファイア、ランドグランプリ、そのうちに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。それでは先頭からスターオペラ、先手を取りました。さあ先頭は依然として12番スターオペラ、スターオペラ後続を引き離します。ラグビーフレームほとんど差がありません。ザイーグル3番手、さあトロットサンダー、前を捕まえられるかどうか。スターオペラ先頭、差はほとんどありません。2番手はスターオペラ、残り 200m、 先頭はトロットサンダー、残り 100m、 トロットサンダー先頭、2番手はクラフトトリガー、トロットサンダー1着、トロットサンダー完勝、トロットサンダー1着、2着はクラフトトリガー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ短い直線に入ってここからが腕の見せ所。さあ先頭に立ったのはメジロパール、残り 100m、 メジロパールさらに突き放します。2番手は待機スポット、メジロパール1着、メジロパール完勝、メジロパール1着、2着は待機スポット、これは桁外れの強さだ。メジロパール第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってアグネスパレード、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったアグネスパレード、アグネスパレード先頭、あと 200m、 アグネスパレード先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。メジロウィング追いすがります。アグネスパレードもうひと伸び、アグネスパレード、アグネスパレード1着、2着にはどうやらメジロウィング、1番人気に応えました。アグネスパレード見事です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。最後の追い比べ、先頭はサードノワール、しかし後続の足色もなかなかいい。一気にミスター東陣、ミスター東陣もうひと伸び、ミスター東陣、ミスター東陣1着、2着にはどうやらサードノワール、これが世界を制した実力だ。ミスター東陣